はい、こんにちは、レトスの大野です。本日も3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。失敗しないための最も確かな方法は合格すると決心することである。落ちるんじゃないかと思ったら勉強もはかどらなくなるし、諦めの気持ちが出てきます。絶対合格するんだという強い気持ちを持ちましょう。解けない問題が出てきても絶対解けるようになると諦めない気持ちが大切です。解けない問題やわからない問題が出たときは気持ちを落とさず、絶対わかるはずと思って前向きに勉強を進めていきましょう。それでは問1に入ります。 A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが、 A は無権代理人であった。このことを C が知っていた場合でも、 C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ誤りですね。 C は悪意だ、相手方 C は悪意だということですね。この部分です。 C が知っていたと書いてありますので、 C は悪意だということです。で、無権代理人の相手方は過失の有無に関わらず、無権代理について善意、つまり知らなかったのであれば、本人が追認しない間は取り消すことができるんですね。で、一方今回の問題っていうのは、相手方 C は無権代理について知っていたと書いてあるので悪意ですよね。ということはこのルールには当てはまらず取り消すことができないということになります。まあ、そもそも契約をした A さん、つまり代理人ですね、が代理権持っていないってことを知って契約しているのであれば、あえて C さんに取り消し権を与える必要ありませんよね。保護する必要ありませんので、C は取り消すことができないということです。何も知らずに契約したっていうのであれば、それは C さんを保護する必要ありますけれども、知っていたっていうのであれば保護する必要ありませんので、先ほどの解説の通り、取り消すことができないと。悪意であれば取り消すことができないということになります。問2ですね。取引士、宅建士は、常時取引証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき、提示することを要し、これに反したとき、違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。取引士は、取引の関係者から請求があったとき、まあ、取引証を見せてくださいって、請求があったときは、取引証を提示しなければならないんですね。しかし、このルールに違反したとしても、過料に処せられることはありません。つまり、今回の問題は、10万円以下の過料って書いてありますね。これが誤りなんですね。つまり、宅建業法違反にはなるけれども、罰則の規定は適用されないと。罰則はありませんよっていう話なんですね。で、この部分細かいんですけども、こんなことも出題されるんですね。で、まあ、どうしたらいいのって思われるかもしれませんが、もうポイントをちゃんと押さえていく勉強をするしかやっぱないんですよ。で、独学の方だと、そのどこがポイントかを見つけるのっていうのはすごく難しいんですね。まあ、これはですね、もう過去問を自分自身で分析しながら、どこがポイントかっていうものをもう見極めていくしかやっぱないんですよ。まあ、個別指導であれば、ここがポイントですよ、ここを合わせて覚えてくださいねっていうふうにお伝えできるんですけども、独学やっぱそれできないですよね。教えてもらう人がいないわけなので。なんで、もうそういった方はもうとりあえず、もう覚えていくしか、ないので、覚えながら、また過去問を解きながら、過去問を研究して整理していただければと思います。で、3番ですね。地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、いつまでに行為の種類、場所などの一定の事項を誰に届け出なければならないか、ってことですね。で、これは、昨日の、内容、動画、メルマガでもお伝えした内容です。なので、まあ、復習ってことですね。まず、いつまでにっていうのは、当該行為を着手する日の30日前まで。で、誰に届け出が必要かっていうと、市町村長です。この二つですね、キーワードになってきますので、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、一応ですね、確認のために読み上げておきます。地区計画の区域内において、土地の区画の形質の変更、これは土地の工事ですね。造成工事とか、そういったものです。そのような工事をしたり、建築物の建築を行うものは、この工事を行う30日前までに、行為の種類だったり、場所だったり、まあそういった一定事項を市町村長に届け出をしなければならないということですね。まあこれはそのまま覚えていただければ大丈夫です。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。
また明日も動画配信しますので、一緒に勉強して宅建合格を目指しましょう。